ラブカス TV 川口学です。今日はなんと谷口信輝さんに来ていただいております。こんにちは。こんにちは。実はですね、なぜ谷口さんと一緒にいるかというと、今回カープライムというですね、YouTube チャンネルありますけれども、こちらでご一緒させていただきました。で、谷口さんにですね、いじめられながら、クラウンをですね、運転させられ、運転をなんかこう見られ、そんなですねことになっているんですけれども、まあ、そちらの方はですね、カープライムの方をご覧になっていただくとして、せっかくですね、谷口さんとご一緒させていただいたんで、ちょっとうちの動画にも入れていただけませんかというお願いをしたらですね、快諾していただいて、もしかしたら後で請求書が来るのかもしれないですけれども、大丈夫ですか？いいんですか？いや、ダメです。谷口さんと、はい、まあ、いろんな場所でですね、最近お会いして、ジャーナリストとしてもですね、活動されて、今回、コティのですね、選考委員にもなられているということですね、そのあたりも含めて、ちょっと谷口さんのことをいろいろとお話伺おうかなと思いますので、私が今日乗ってきた谷口さんもお気に入りのエクストレイル、はい、こちらをですね、谷口さんに運転してもらいながらちょっと話を聞こうかなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、その前に気になるんですけど、はい、あれ何これ、ラブカーズ TV のコスチューム真似しました？なんで同じの着てるんですか？めっちゃまるっきり同じじゃないですか。この番組はデサントの提供ですか？いや、私はもうデサントとは一切関係ないんですけど、何かデサントと関係があるんですか？ありません。たまたま被りました。はい、本当に偶然被っております。はい、ゴミちゃんが焼き餅を焼くかもしれないですけれども、偶然被っただけですので、はい。はい。では、谷口さんに運転していただいてお話聞いていきたいと思います。はい、では行ってきます。では、早速行きたいと思います。行ってきます。これは今度女神湖に行きますよ的な感じですね、この車ね。もうそうです、ストレス履いてて、はい、お見てますね、ブリザックがついてましたね。見てますね、今それをついてることを分からせないようにして乗させようとしてたのね。僕はね、職業柄乗る前にタイヤ見ちゃうんですよそうきたか。レース以外にチューニングカーとか、うん、はい、いろんなユーザーの車とか乗ってるじゃないですか、はい、うん、アタックとかする前にどんだけまず情報をすぐ得れるかが大事で、はい、ブレーキが何がついてる、タイヤが何ついてるとかっていうのを、うん、もう乗る前の情報としてちょっと得ておいて、はい、それが自分を守ることにもなるので。そういうことですね、はい、ちなみに僕の今日の企画としては、はい、谷口選手にこっそりと、うん、スタッドレス付きのエクストレイルを乗させて、うん、どんな反応するのかっていうのを見ようと思ってたんですよ。もうすでにでも乗り心地が硬いから、うん、スタッドレスってタイヤが重たくて、うん、逆に乗り心地悪くなりますよね。そうですね、はい、まあ、でも領域にもよるのかなと思ったんですけど、はいはい、なんかスタッドレスつけたら乗り心地良くなると思ってる人多いんですけど、うん、基本的には足の動きが悪くなって、はい、乗り心地は悪くなると僕は思ってます、うんうん、はい、なるほど、はい、了解でございます。その他は何かありますでしょうか？そんなにエクストレイルに詳しくないですそうきたか、はい、うん、いや僕ちょっと音が静かになったかなと思いながら乗ってたんで。あ、このタイヤの方が、はい、あ、そうですか。そう、そこがちょっと気になってたんですよ。基本的にはうるさくなるはずですよね、うん、まあそうなんですけど、はい、俺なんか音静かになったんじゃねえかなと思いながら乗りに来て、この間乗った、まあ、エクストレイルってもともとなんかすごいいいじゃないですか、はいはい、だからそれのなんかちょっとまたいいとこが。これ後方車じゃないですか？これ後方車ですよ。後方車ですけど、はい、これ僕が今期間限定で、3ヶ月ぐらい乗ってる車なんですけど。あ、そういうことですか？そうなんですよ。いいな。そう、そういう企画を作ったんですよ。で、ラブカーズ TV でね。いや、本当にね、うん、僕今回コティで、はい、シビックとエクストレイルが本当に迷って、うん、今回このエクストレイルむちゃくちゃ僕はお気に入りで、はい、一押しですね。ね、ですよね、はいはい、なのでせっかくだったら今日エクストレイル乗ってもらった方がいいかなと思って持ってきたんですけど、そんなにエクストレイルが好きなんであれば、前僕この1個前のエクストレイルは全然僕の中では全く引っかかってこない車だったんですけど、やっぱ E パワーになったからってことですかね。もだし、うん、このなんかトルクベクトリングというか、そのなんか、はい、旋回性能とかもすごいいいじゃないですか。この E パワーももちろんすごくモーターのパワーでグッといくところのレスポンスがすごく好きで、はい、モーターのそもそものポテンシャルが僕かなり好きなんですね、うんうんうん、自分のペダル加減で
さじ加減でいくらでもグッと行きたかったりできますよね。こう加速加減を緩やかだったり、はい、うん、ね、どれぐらいでもできるじゃないですか、うんうん、基本ギアチェンジがないんで、はい、シームレスにもシューンと行くのがすごい好きで、うん、滑らかですよね、はい、確かに。でも横乗ってるとあれだな、路面のゴツゴツが結構動きに出てる気がするな。当たりは柔らかいけど、そうそう、あのそう路面に触ってるそこだけは、うん、あんだけ溝切ってあるしゴムがいっぱいあるから、はい、うん、柔らかい感じがするけど、でも全体的なタイヤの硬さというか重さが、うん、ブルブルした感じの基本バタつくんですよ、ね、動きが出てますよね、はい、だから僕冬時期ストッテルつけますけど、うん、この時期は車の乗り心地が悪い時期だと思ってます。なるほど、はい、そういうことでございますね。ちなみに、うん、谷口さんもともとジャーナリストになりたかったらしいという話を先ほどカープライムのところでも聞きましたけれども、はい、そんなになんかイメージが全然ないんですけど。もともとが子供の頃からレーシングドライバーになりたかったわけじゃないんですよ、うん、そうなんですね、はい、長くなりますけど、もともと僕は広島で生まれ育ち、うん、はい、BMX という自転車でレース出たりとかして、うん、まあ、広島で一番取ったりとか、うん、はい、で今度はバイクの免許取ってからバイク乗り始めて、うん、峠を走ってたら今度はミニバイクレースって始めて、はい、ミニバイクレースで、まあ、50cc の NSR50 とかスクーターとか乗って日本一になったり、はい、うん、日本一ばっかりじゃないですか、はい、で今度はドリフトを始めてチャンピオンを取ったり、はいはい、まあ、今レース始めてチャンピオンを取りましたけど、はい、チャンピオンばっかりじゃないですか、まあ、基本全部一番取ってきてますけどあの広島でそのただの走り屋兄ちゃんしてる時に、うん、ビデオオプションのイカ天とかでちょっと名前が売れた時に、はい、うん、ベストモーターにホットバージョンとかでちょっと呼ばれたりとか、うん、オプション2ドリ天とかに呼ばれたりとか、うん、そのそういうなんかちょっとした仕事で広島から呼ばれて企画やって帰るっていうのをなんかちょいちょいやってたんですね、はい、そしたらなんかこういう媒体のドライバーとしての仕事で食っていきたいななんて思い始めて、うん、24歳ぐらいの頃かな、うん、そういうのを思い始めて、で28の時に出てきたんですけど、うん、よし東京行こうと決心しまして、広島から東京へ S14 シルビアに荷物をごっそり詰めて、夜あのずっと高速を通って来てたら、うん、愛知県でおまわりに捕まりました、うん、右車線走りすぎだと通行区分違反だとおまわりに文句言いましたよ。俺は今広島から、うん、あの夢を持って東京に向かっている時にお前たちはなんてことをするんだ、水を差すよね。そう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 、ムカつきましたねいい話なのかと思いきやどんな話なんやけど東京の方出てきまして、うん、最初にやったのは各編集部周りを、はい、今度こっちの方出てきたんで、うん、仕事あったらくださいっていう編集部がいちこち回って、最初はもちろん仕事とかなくて、はい、アルバイトしながら食いつないでて、だん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 ちょっとそういう仕事をもらえるようになってきて、うん、で29歳の頃にレースがやりたいと思い始めて、で30歳からレース始めたんですよ。それ遅いですよね。そうなんですよ、かなり遅いんですよ。30からレースデビューで今51なんで、うん、まあ、21年レースやってますね。その過程でジャーナリストへの道っていうのは、カーオブザイヤー選考委員って、はい、そう簡単になれないってことをそのうちに知って、はい、で僕は僕でその時いろんなスポーツ系の雑誌ですけど、はい、オプションとか、はいはいはい、ヤングバージョン、うん、AP、うん、ウェブスピード、うん、その走り系の、はい、まあ、媒体の仕事ばっかりやってましたけど、割とそっちで自分のキャパというか仕事は割といっぱいいっぱいになってきて、モータージャーナリストってところには当分縁もなく、もう気持ちも薄れてましたけど、今年の初めにモーターファンさんから、うん、カーブ・ザ・イヤーの選考に興味ないっていう連絡を受けまして、はいはい、興味なくはないけどとかつって、もともとそういうのそれになりたくて上京したわけだしっていうところから、はい、推薦してみていいっつって言ってくれて、まあ、推薦したからといって、まあ、なれるかどうかは分からないし、なれるもんじゃないんだよって、はい、なんか各媒体1人は確定で、そう、2人目が推薦なわけじゃないですか。そうなんです。で僕は確定なわけじゃなくて、はい、推薦なわけだったんで、うん、全員というか過半数以下以上、そうですね、相当一定以上の得票ですね、合意がなければなれないっていうことで、うん、じゃあどうぞ推薦してくださいと、僕も通ると思ってないし、うん、通りましたってことで、はいはい、晴れてカーブ・ザ・イヤー選考員1年生に2022年はなりましたね。なったってことですよね、はい、とはいえ右も左も分からず、いや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 、
車に乗ることはね、うん、乗ったらああでもないこうでもないということは言いますけど、うん、まあ、なんとなくの1年生を今年過ごさせていただきました ね、はい、どうでしたか実際にやってみて。結構大変な仕事だなと。年間 50台ぐらいのノミネートというか、はい、あるわけじゃないですか。ありますね。それを一応全部乗っておかなくてはならないっていう、そうですね、選ぶからには、はい、1日1車種ぐらいしか乗れないわけじゃないですか。そうですね。同じ場所で試乗会があるわけじゃないんで、うんうん、つまり年間50日ぐらいはそのために割かなきゃいけないわけじゃないですか、はい、その50日を年収するってまあまあ大変ですし、いやいや、なかなか大変だと思います。僕の空いてるところに試乗会やってくれればまだね、まだ50日取れたとしても、うん、そうじゃないところの方が多いからね。そうじゃないじゃないですか、はい、ただまあ今年自分が押した車がカーオブザイヤーならなかったこともなんかちょっとやってみたら残念だなと、うん、僕はこの車に一番取ってほしかったってものに、はい、思うものに投票するわけじゃないですか、はい、そういう意味ではいろいろな、いい経験できましたね、うん、はい、2023年はもっと試乗会行きたいなと思うのと、うん、ジャーナリスト業も増やしていくんですか。そう、もちろんできる限りせっかくモーターファンさんに推薦してもらったり、はい、この肩書きをねいただいたので、とはいえあれ毎年僕の場合確定じゃないんで、うん、投票されるから推薦枠なんで、はい、推薦枠ですね。続けさせてもらえるかは僕の一存では分かんないですけど。そうですよね。ちなみに僕も推薦。あ、そうですか、はい、なるほど、はい、思うのは、うん、カーブザイヤー選考員60人の中の1人という立場なので、はい、車を選ぶという、うん、役目をもらったわけですけど、はい、でもなんとなくコティ、うん、カーブザイヤーの事務局からは、うん、コティというものの、うん、を、世の中への認知度を上げたいっていうところを、あ、プレゼンスをね、もっと上げていこうみたいな、ね、もう期待されてるんだろうなと思うんで、はいはい、多分僕が持ってるユーザー層は多分カーブザイヤーとかに熱を持ってない、うん、そうだと思うんですよ。いますからね、そういう人たちもね。が多いんじゃないかなと思うんで、うん、カーブザイヤーってものをの認知度を新たにシェアを広げる役目に、うん、ちょっとまあ僕も貢献したいなというふうに思いましたね。うんうん、ノブチャンネルでもそういった活動もそうですね、アウトプットしていくっていう、はいはい、ことですよね。僕ノブチャンネルは毎週金曜日の20時、はい、20時週に1月5本っていうのがマイルールでやってて、はい、結構苦しんでるんですけど、うんうん、いやいや何をおっしゃいますか。これを毎日やってるっていうね、毎日おかしいです。ラブカーズ TV すごいなと思っていやいや、でも本当にやることないんで僕は、うん、いやいや、でも、うん、毎日やりますって言って、はい、1ヶ月は頑張れたとしても、はい、もう10年以上やってるんでしょ、うん、毎日投稿してからはまあ4年ぐらいです。4年、はい、考えられないもちろんネタも困るだろうし、撮影編集もね、そうですね、大変だし、そのまずはやっぱりいつも晴れてるわけでもない、いつもネタがあるわけでもないわけじゃないですか。ノブチャンネルね、うん、ほぼストックなしですなんだったら、うん、金曜日にアップするのに水曜日に収録してることありますからね僕が何か撮ってこないとか、何か撮れるネタのところの仕事をしてないと何かないわけですよ。僕非常に一人焦ってるわけですよ。焦るんですか。焦りますよ。焦ってる感じ全くしないですよね。焦ってますよ。いや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 、どうする、今週何もないよみたいなでも谷口選手の日常だけでもいいと思いますけどね、僕はね。基本プライベートを出さない感じにしたいんですよ。あ、もう一切出してないですか。はい、出してないです。おお、はい、なるほど。でも本当申し訳ないことに、うん、なるべく家の場所も特定されたくなかったり、はいはいはい、なぜなら、うん、僕はレースでこの日いませんよとかもすぐ分かるわけですよ、家を留守するのが、はいはい、だから防犯上、そうですね、よくないですね、家を特定されたくない、うん、何だったらガレージも特定されたくない、はい、ここら辺をね、うん、一般の方が理解してくれてない方が多くて、なるほど、余裕でなんか谷口さん昨日見に行ってきましたとかガレージどこそこにありますよねとかってコメント書く人がいるんですけど、うん、やめてほしいですお願いします。閉まっててほしい。知ってもいいけど閉まっててほしい。心の中に、ね、はい、留めておいてください。一応防犯上ガレージとか車がどこにあるとか、知ってもいいけど広めないでほしいですね。はい、はい、じゃあ今度ラブカーズ TV で谷口選手のガレージ訪問やりましょうか。場所は出さないでくださいね。いや、場所は出さないですけど、はいはい、
ていうか車何台持ってるんですか。車いっぱいありますよ。いっぱいっていう人って大体もう覚えてないんだよな。16ぐらい。それ絶対動かしてない車、はい、そうです。ナンバーないのが多いんですよ。あとは借りてる車とかもありますから、うん、今一番気に入ってる車なんですか。いやいやいや、基本的にはうちにあるの全部気に入ってますよ。一番愛してる車なんですか。いや、どれもですよ。いや、本当に本当にプロフェッショナルですね。いやいや、本当に本当に、うん、楽しい車はどれですか一番。いや、ジャンルが違うんですよね。そのドリフト練習用ゲテちゃんっていうのはそれはそっちで特化して面白いし、はいはい、S15 シルビアはもうあの新車のシルビアよりももう綺麗にしてるし、うん、レクサス RX はもう移動するのに超快適だしだったり、うんまあ、ベンツ今借りてるのも、はい、あれももう、まあ、ステータスがあってかっこよくてあの、はい、どうやみたいな感じで登場できますしどうや、うんなるほどね。あのヨタ8はヨタ8でちびっこギャングのように可愛くてすごく可愛いあの満足する車に仕上がってるし、うんうん、僕の持ってる車基本的には全部ハイエースもつくばに乗ってってあの冬時期。プロフェッショナルな答えだな。隙がないっすよね本当に。そうですか。いや隙ない。ハイエースもつくば行って着替えたりとか待機するのにいいあの応接間として持ってるし、うん、でテスラも最近買いましたけど、うん、ああそうですよね、はい、あの、はい、あのやっぱ電気自動車生活っていうのをね、うん、やってテスラのむちゃくちゃいいのはやっぱりスーパーチャージャーっていうのが、うん、あるから他の通常許さない充電速度があるじゃないですか、うん、すごく良くて、ただ我が家にコンセント外に作って200ボルトの、うんやってるとすぐねバチンとあのブレーカーが落ちるんで、ね、チキショーアンペア上げるしかないかなとかって今悩んでるんですけど上げてください。で今回のこの、はい谷口さんと一緒にクラウンに乗っている動画はですね、はい、カープライムの方で公開されてますのでそちらをですね合わせてご覧いただければと思います、はい、そして谷口選手のノブチャンネルですね、はい、こちらも金曜日の20時に必ず絶対にもう遅れることなく自転車操業のこけるスラスラこんなに声出るのにさほど前に進んでなくて転ぶ転ぶみたいな。いやいや、もう必ず更新されますのでそちらもあのぜひ、はい、チャンネル登録もしていただいてご視聴いただければと思います。ということで、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました、はいはい、またあの皆さん両チャンネルもちろんですけどもカープライムの方もですねご覧になっていただければと思います。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカース TV で取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄に記していただければと思います。そしてこの動画への高評価いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。今回はゲストとして谷口信輝さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。さよなら。締めの定型文半端ないなもうね素振りみたいなもんだよね